セリーグは、はい、現状ですね、うん、中日ヤクルトは、はい、もう3位狙いです。でも3位狙えるわけですよね、まだね。可能性はね、うん、狙えるよ、はい、数字上ね、うん、それがいけるかどうかはもうみんな3次第っていうね、はい、で現状ね、今日8月1日の終わった現在、はい、中日93試合でしょうか、はい、だからあと50試合、はい、で、35勝56敗、2引き分け、うん、3位と 12.5 ゲーム差です、はい、3位とね、うん、首位と18ゲーム差、はい、まあまあ無理だ、うん、3位、18ゲーム差ね、うん、借金が21です、はい、でなんか噂によると、はい、現在ね、うん、現在、うん、21世紀に入って、はいはい、ちょっと読みますね、うん、このね、中日界隈の有名な赤みそさんっていう、はい、このツイッターを存じ上げてます。めちゃくちゃ有名なんですよ、はい、その方が言うには、ちなみに中日ドラゴンズ1軍、うん、1995年に並んで勝率3割8分5厘で平成ワースト勝率タイになりました。で2軍も記録のみられる21世紀以降では少なくとも最低勝率、うん、つまり1軍も2軍も21世紀で一番勝率低いのが2023年の中日ドラゴンズらしいです。で 今, 今の今の中日が2000年以降21世紀で21世紀になって一番勝率が1軍も2軍も低いの、はい、今まであんな言われてたけど今年が一番低いの、はい、へーそうなんだ。まだチャンスあります。まだある、まだ、うん、仮にね、はい、5割に行こうとするならば、はい、あと50試合なん で,、うん、で引き分け2個あるんで、はい、あの最低でも71勝しなきゃいけないわけ、はい、71勝71敗で勝率5割だね、うん、ってなった時に、残り50試合、うん、ドラゴンズは、はい、36勝14敗8月で7回ずつ負けれます、はい、7回ずつだから3週間はカード1敗ずつできるんだよ。お3週間はで最後の4週は、はい、あの1敗しかできないから、はい、それで7敗、うん、え2勝1敗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 、うん、2勝1敗3連勝そしたら5分で終われる。5分で、そうしたらまだ7敗だから、はい、9月に向けてチャンスある、うん、チャンスある、うん、これなるほど。8月9月で7敗ずつしかできないから、はい、14敗、はい、で勝率に直すとですね、7割2分です、はい、今何 今3割8分5厘あ、いいのか今までの2倍勝てば、はい、いけます。まあでも何があるか分かんないからね。10連勝するかも分かんないし10連勝くらいって無理だよ。36勝しなきゃいけないから、はい、あの2ヶ月で18勝しなきゃいけないんだよ、うん、そうですね。じゃあ18連勝ぐらいいいね、プロ野球記録だねだこれがね、はい、俺が今言った条件が7割2分って言ったら、うん、メジャーの球団、はい、全球団合わせてもそんな高い勝率のチームはありません、はい、まあ、短期間だから、短期間の勝率7割2分でいけば、だって今阪神が5割8分4厘よ、はい、勝率、まあ、普通に言ったらそのぐらいですよね、うんうん、でもこれがね、はい、ドラゴンズファンの皆さんが、うん、楽勝っしょ、うん、7回も負けれるんでしょ、うん、いけるっしょ、うん、って思ってたらまだ3位の可能性あります。でもこれが、うん、じゃあ無理っしょってなったら、うん、もうあなたのチームは昇格です、はい